それでは市民公開講座を始めたいと思います。タイトルは「コロナと社会」ということで、特に大学で行ってきたシェルター構想を合わせて紹介したいと思います。真ん中の図は手書きですけれども、地球を飲み込んでしまったコロナウイルスをイメージしました。まさに2020年、今年はこんな状況かと思います。今日の講演は6つのタイトルに分かれています。そこにあるように、最初に人種共通感染症のウイルスについて、それからコロナウイルス COVID-19 の特徴、そしてパンデミック流行と初めて取られたこのフェーズ6の対応について少し考えてみたいと思います。後半、大学のシェルター構想、それから、この間よく登場した、R ノートですね、基本再生産数というものの取り扱いについて、考えた上で今後の展望の話をしたいと思います。これまでちょっと別の観点から、講演をしたのが、YouTube に載っているので、それも、アドレスを載っけておきました。最初は人種共通感染症ウイルスについて、すべてのウイルスが動物から人に来るわけではないんですね。割合簡単に動物から人に来るウイルスと来ないウイルスがあります。どんなウイルスが来やすいのかという話を最初にしたいと思います。ウイルスというとですね、DNA ウイルスと RNA ウイルスがありますというところから話を始めます。また、RNA 一本差のウイルスにはマイナスだとかプラスがあるという話で、敷居がいっぺんに高くなるんですけど、ここに RNA と DNA が載っけてあります。どちらが RNA でどちらが DNA か分かるでしょうか。あるいは DNA と RNA と一体どこが違っているか分かりますか？グリーンに見える方が DNA です。黄色の方が RNA。よくよく見ると、上に塩基、下にリボースという5単糖とリン酸がくっついていますけど、この5単糖の2番目の炭素のところ、片が右の下が HOH になっているものと、HH になっているもの、酸素の O が取れたのがデオキシです。DNA になります。こうやってみると実は RNA と DNA ってそんなに、変わらないということになるかと思います。しかし、実際に DNA とウイルス群と RNA のウイルス群はかなり違います。ここに、一覧で載っけてありますけど、DNA のウイルスというのはですね、核質巨大 DNA ウイルスという新しいグループができましたけど、天然痘を含むポックスウイルス、これが一番大きいです。極小のパルボウイルス、そこの赤い線が引いてありますけど、バカでかいものから最小のものまであります。比較するとゲノム量で350倍。大きさで立体では1000倍近いの違いがあります。それに対してプラスのウイルスは、一番大きいのがコロナウイルス、一番小さいのがピコロナまでで、ゲノム量で4倍くらい、大きさで156倍の差があります。それに対してマイナス差 RNA ウイルスというのは非常に均一で、パラミキソからオルソミキソまでありますけど、ゲノム量でほぼ1.5倍、大きさでは 3.4倍という非常に均一なウイルス群という、それぞれの特徴があります。こういった特徴を持ったウイルスが、動物から人にどういうふうに来るかということです。ここにもまとめて結果を知らせてあります。DNA のウイルス、それから、メッセンジャーと言いますけれども、そのまま
細胞に入れば、タンパクに、メッセンジャーから読めれるウイルス群と一回複製しないとメッセンジャーになれないマイナスさとあります。ブルーの色に塗ってあるところが動物から人に来るウイルスで、白い方はそのグループであっても来れないウイルス群です。上から大きい方から小さい方に並べてあるので、 DNA ウイルスで見るとですね、巨大なポックスウイルスは簡単に種を超えて人に来ます。大型のヘルペスウイルスも人に感染します。中等度以下のアデノウイルス以下はほとんど動物から人に来るウイルスは知られていません。真ん中のプラスタの RNA ウイルスで見ると、比較的大型のコロナウイルス、中等度のトガ、フラビ、ここら辺までは動物から人に来ますけれども、もともと人の持っていたカリシーで、これを除くと多くの小型ウイルスは人に来ません。E 型肝炎ウイルスだけが一つ例外になります。対してマイナスとの RNA ウイルスは、最初言ったように粒子の大きさもゲノムサイズもだいたい中等度に固まっていますけど、これについては驚いたことに全てのウイルス群が人獣共通感染症の病原体を持っております。これらのウイルスのその来やすさに関する、共通した何か特徴があるかということを、まとめてみました。5つほどあります。ゲノムの大きさは大きいウイルスの方が小さいウイルスよりも種を超えやすい傾向にある。これは DNA、RNA に限らず共通です。考えてみると、小さいウイルスというのは大きいのと違ってですね、自分でタンパクを作る遺伝子が少ないために、たくさん宿主からの借り物タンパクを使って複製してくるので、その種に適応するとなかなか他の種に移るというのが難しいと考えられます。2番目はゲノムの安定性で複製しているときにミスを起こすのはウイルスの特徴ですけど、日本差のゲノムを持つものよりも一本差の方が変異が蓄積するので種を超えやすい、環境に、新しい環境に適応しやすいというウイルスから言えばことになります。 DNA よりも不安定な RNA のウイルスの方が実は種を超えやすいという傾向があります。また独自の複製酵素を持つ方が自由度が高くて超えやすいと、小型の DNA ウイルスは宿主、我々宿主の複製酵素を借りるので簡単に種を超えるということができにくいと考えられます。またゲノムは一本差のものと何本か我々の染色体のように遺伝子で分かれているものがあります。こういうものは2つのウイルスがかかるとですね、出てくるときに遺伝子を再集合します。そのために全く新しい新型インフルエンザ、こうやって作られるんですけど、新しいゲノムができると、そうなると宿主の特異性というのでも目とか科とか属を超えて宿主を変えるということも可能になるということになります。最後は宿主と人の遺伝的距離が近い動物、これはウイルスが入る時の受容体タンパクが共通するということがあって、遺伝距離の近い宿主を持つウイルスは人に感染しやすいというふうに考えられます。そういうものを1個の合意に表にまとめたのが左上の表です。 RNA よりもの方が DNA よりも超えやすい、大きいゲノムが大きいウイルスの方が超えやすい、あるいは分節している方が超えやすい、宿主が鳥以下あるいは鳥以上あるいは哺乳類、そういうものによって来やすさが違うというのは一覧表にするとこうなって、グループを分けるとですね、実は最も高いレベルに入ったのがコロナウイルスだったんですね。で、次がポックスヘルペス、トントントン、
比較的低いものとしては、中小型サイズのアデノ、ヘペ、カリシアストロ、まず来ないだろうというのが、一番小さなヘパゾノ、パルボ、パポーバというようなグループ、あるいはまあピコルナといったものになるかと思います。これに関してはこう振り返ってみると、2016年の10月に国際学会でですね、全てのウイルスが均一に動物から来るわけではなくて、こういう順位付けがあると、プライオリティがあるということであるとすれば、それに基づいた危機分析とかですね、監視のサーベイランスをやるべきであるという提言をしたんですけど、今年こういうことになるならもう少し強調しといた方が良かったかなとかいうふうに思っています。というのが最初のイントロになります。それで話を絞りましてですね、 COVID-19 と言われる COVID-19 ウイルスの特徴、ちょっと横にそりますけど、 COVID-19 コロナウイルスディジーズの2019年を取っています。別途 SARS の2番目のコロナウイルスということで、SARS コロナウイルス2というのは専門家が使いますし、一般にはニューコロナと言われています。名前が違うだけで同じものです。で、コロナウイルスというのはですね、大きく、鳥類によって運ばれた、上にありますガンマデルタというグループと、コウモリが持って運んだ、アルファベータという4種類の、グループがあります。この4つの属のうち、人の方にこれまで来て定着したのが四角で囲ってあります、紫の四角、4つあります。アルファとベータの A 型にそれぞれ2つずつ。今回のコロナを含んで問題になるのは、このベータコロナの中のさらに ABCD とありますけれども、 B と C 型です。 B 型が SARS と今回の COVID-19、C 型が MERS コロナウイルスということになります。そこの赤枠の中のさらに赤い四角で囲った3つということになります。それぞれ SARS、MERS、COVID がどういう形で人間に来たかという、完全なのはおそらく MERS くらいですけれども、基本的に SARS の場合は2002年7月頃に自然宿主で持っていた菊頭コウモリからおそらくハクビシンを通して2003年2月のアウトブレイクに入ったと、流行に入ったというふうに考えられます。 MERS は1990年代半ばくらいまで竹コウモリとか油コウモリの持っていたものがヒトコブラクダに入ってですね、ここで増えて2010年代の初頭にラクダから人に来て、今もラクダ人という流行を少しずつ細々と言っていいか分かりませんけど起こしています。 COVID-19 は中菊頭コウモリ、このウイルスのゲノムが取ったのが2013年雲南の墨江の洞窟で取れたウイルスですけれども、それに近いウイルスから仙山湖を通って人に来たというふうに考えられ、いずれもこのグループコウモリが自然宿主で間にそれぞれの動物が入って人に流行を起こしていると考えられています。もう少しちょっと専門的になりますけど、後で関係がするのでこの遺伝子を見ておいてほしいと思います。コロナウイルスは基本的に左の下にあるようにですね、この複製の L と、ヌクレオタンパクの N と、マトリックスを作っている、M タンパクで、エンベロープという、脂質膜に埋まっている、E タンパクと S タンパクというこの5種類、上の図で見ると色のついた、タンパク、これによって、粒子が作られ複製していきます。
しかしですね、ここにあるこの、チャラチャラしたというかアクセサリーと呼んでいますけれども、SARS であれば 3A3B6 7A7B8AB9B という遺伝子は、おそらく本来コロナのウイルスが持っていたものではなくて、いろいろな宿主に入ったりしている間に持ち出してきたウイルスじゃない遺伝子かと考えられています。MERS と SARS グループとは違う遺伝子が入っています。このアクセサリー遺伝子が特に病気の重さあるいはタイプ等に影響している可能性があります。そのアクセサリー遺伝子をちょっと最初に見ておきますと、まあ7つのうち特に4つが、重篤化等に関係する問題がありそうで、3A というのは、入ってから、むしろ炎症を起こしてサイトカインと言いますけれども、これを作らせて、炎症を起こして、まあ、それがウイルスにとってある程度増えるのにメリットがあるのかもしれません。これに過剰反応が起こるとかえって重くなるという、まあ、それと同じのが 7A ですね。間の 3B と6 というのは、まあ、ウイルスが増えるときに一番最初に自然免疫系としてウイルスの増殖を止めるインターフェロンという物質がありますけれども、ウイルスの方はこの反応を止めるためにインターフェロンの産生抑制する遺伝子を持ち出してきているんですけど、まあ、これによって最初の増殖を止めようという体の反応を止めた上で入って増殖して、むしろわざと炎症を起こさせて、そこでまたウイルスの有利な方向に持っていこうというような格好でアクセサリー遺伝子が入っています。もう一つここで特徴をまとめておきたいんですけれども、 MERS、SARS、COVID、 まあ兄弟みたいなものですけど、それぞれ長男、次男、三男のように違いがあります。特にその下部気道の肺で増殖するウイルスというのは基本的に肺炎を起こすので重篤で致死率が高くなります。まあ、一方肺の奥で増えるので、上部気道ですね、喉頭とか鼻とか上部器官で出るウイルスと違ってなかなか出にくいので、伝播力が弱いという特徴があります。一方、三男坊の COVID のようにですね、肺を含めて上部気道で非常によく増えやすいのは、咳でも、出ますし、まあひどくなれば、呼吸にも入ってくると、飛沫感染を容易に起こすという問題があって伝播力が非常に強くなります。ただ、肺を巻き込む率が少なければ、症状は軽いと、まあ、逆に言うと不健性感染で広がるケースが多いということで、感染力で見ると COVID は非常に高いと、感染力を示す基本再生産数は MERS が 0.6 ですから、後で出てくるように1以下だと人々ではほとんど広がっていきません。それに対して COVID が2から4くらいと、まあ兄弟の中で一番感染力が強いと、まあ、しかしその肺を含む重症化率で見ると肺で増えやすい MERS の方は、病原性あるいは致死率で見て 30から40% の致死率というすごいことになります。 SARS がだいたい 10%、 1割くらい、それに対して COVID が、まあ、重症化率が 5%、 致死率は 2% くらいというふうに言われています。まあ、三者三様ですけれども、まあ、今回はこの中の COVID について話したいと思います。どんどんと紙芝居的にいきますけど、3番目は、まあ、今回この COVID-19 の流行の中で取られた、まあ、パンデミック対応としてのフェーズ6というのは何だったんだろうと、どういう問題を起こしたんだろうということをここで考えてみたいと思います。もともとこのパンデミック流行と行動計画としてのフェーズ1から6というのは
新型インフルエンザの行動計画としてできたものです。2004年に日本高病原性鳥インフルエンザが H5N1 ですけれども、79年ぶりに飛び込んでですね、このウイルスは変わっていて、それまでのルールと違ってですね、直接人に感染して死亡させるという、まあ、1996年、7年に香港、中国から香港で出たウイルスで、まあ、未だに、まだ撲滅できていないので、25、6年、四半世紀ずっと居続けているウイルスですけれども、まあ、これが入ってきてですね、一つ増えるということで、再集合しなくても病原性が上がると新型インフルエンザになるということを恐れて、次の年2005年12月に新型インフルエンザの行動計画を作ってあります。まあ、それに参考になるというより、まあ、実際にはほとんどこれに基づいて対応してきたようにこうやって見ると思います。まあ、未発生の前段階から海外発生、今回ので振り返ると武漢の流行、2019年12月で、第2段階に入った国内発生早期が武漢滞在者等の国内感染例で2020年1月になります。で、まあ、クラスター感染からまあ拡大期に入ってですね、まあ、この時に発熱外来を置き、感染症の指定医療機関に入院というステージになるんですけれども、止まらないと拡大期、特に蔓延期になって市中感染を疑うという状況、まあ、これが4月になります。患者が次から次へ出てくるので、重症者には入院勧告をしますけど、トリアージして、軽症は入院措置を中止するというのが元のプログラムです。まあ、したがってこの蔓延期では原則として全ての入院医療機関を使うと、そして入院は重症患者であってそれ以外は在宅医療になるというのが、まあ、プログラムで、まあ、ここで第一波の大きな流行を買って、まあ、その後昇降期というふうに第4段階を考えていました。まあ、その後2波が来れば再燃期になるだろうと。で、この最盛期の蔓延期については科学エビデンスに基づいて政治判断をするということになっていて、まあ、今回国際的にもこのロックダウンというすごい対応が取られたわけです。で、フェーズ6の行動計画は具体的にどうなっているかというとですね、まあ、フェーズ 6B が最高です。パンデミックが発生して、世界の一般社会で急速に感染が拡大した状況、国内で見れば、最初の第1波、そして次の小康状態、第2波まで含めて、パンデミックとするという定義なので、まあ、COVID-19 に当てはめれば、現在もまだパンデミック期と。いうことになります。行動計画、ここら辺は少しずつ違います。厚生大臣が、厚労大臣が非常事態宣言をやって、まあ粛々と行動計画に基づいて対策をし評価して、修正する必要があれば修正すると。入院については、まあ、弾力的に実施するというので、拡大期については入院措置の実施を中止して、在宅の医療と重症者の、一般、感染病院への、入院を進めるということになります。で、まあ、収まって症候菌食った段階で再整備をして、対策評価を行って必要な計画は見直すと。で、第2波に臨むということで、第2波については第1波を踏まえて迅速な対応というけれども、まあ、実際にフェーズ6を実行してみて、そういう問題だけでは済まないという後の話になりますけど、まあ、GoTo キャンペーン等のここでは全く考えてなかったプログラムを動かす必要があるということになりました。
社会活動の制限については、これは大体行われましたね。大規模施設、工業施設の自粛、活動自粛、勧告。まあ、要請です言いましたけど、まあ、勧告になってますね。だから全国の学校の臨時休業の要請、これは行われました。マスク着用、うがい、手洗い。そして、まあ、発症者、あるいは疑い者は、出勤停止。そして不要不急の海外旅行は自粛。カウンターで発熱等があった場合は渡航自粛。国際、航空旅客等の運航自粛といった、まあ大体これは行動計画に基づいて行われたというふうに思います。我々の生活対応基準については実に見事に行われていてですね、感染防止対策としては、まあ、マスクの、咳、エチケット、発熱した場合、あるいは その場合は出勤、入場禁止、自宅待機自粛、時差出勤、対人距離を維持すると、まあ、ソーシャルディスタンスとしては、まあ、オンライン会員、実際のソーシャルディスタンスを保てと。マスクと、から不要不急の外出の自粛、テレワーク、3密防止と、すべてここに書かれております。立ち入り制限の観点としては、まあ、検温をして、発熱咳のあった場合は禁止と、から3密の防止、その他の事項として消毒、疑い、あるいは 感染は発熱センターに連絡するということで、この時の生活対応基準、実はもう2005年にこのような形で全て書かれていたということになります。私自身は実は2月の最後くらいで国会でですね、やっぱりキャンパスは感染症対策のできる獣医師の要請をすると、ミッションをもらってたはずだと。したがってこの新型コロナについても教えたり研究をすべきではないかという、まあ質問があって、まあ答えましょうということで、この時に2月の末ですかね、コロナウイルス感染症っていうのをホームページに開けて、コロナウイルスによる新興感染症を学ぶという、まあ専門家が来ても分かりにくいくらいのスライドを載っけました。そうですね、2月、2020年3月1日にオープンして、学生にとってもかなり難しいって言ったけど、これは後で専門家が見ても難しいと、かなりブーイングをもらってしまいました。ただこの時ですね、コロナウイルス感染症を発表するにあたって、ちょっと自分で考えてたことがあってですね、これは先ほどの行動計画です。2005年に高病原性のための新型インフルエンザフェーズ6まで行動計画を作りました。で、ちょうど4年後の2009年にパンデミックと言われた H1N1 のパンデミックがあったんですけど、実はこの時フェーズ6は実行しませんでした。感染力は今のと同じくらい強かったんですけど、病原性が弱いということで、世界各国フェーズ6を取らなかった。で、まあ最初に見たように、すでにこの時考えた結果とすれば、今回のニューコロナ、COVID-19 は SARS、MERS ほどのリスクではないと、まあ自分は考えました。まあ、それで、将来新型インフルエンザは絶対に来るだろうと考えれば、試金石としてフェーズ6というものをちょっと試してみたらどうだろうかというようなことを考えて、フェーズ6というものを実行するとどういうことになるのかというところまでは正直、考察していなかったというのが少し反省点になっています。パンデミックでフェーズ6を取った時に何が起こったか、世界各国ともフェーズ6対応として、本当に、武漢から始め都市閉鎖、ロックダウンを始めました。まあ、ロックダウンの初期はですね、対策を取った後、効果が評価できるまで2、3週間かかるということがあまり理解されなかったので、対策を取ればすぐに沈静化するというふうに考えた人が多かった。まあ、そのために効果がないんじゃないかというような、まあ、
疑いもあったんです。まあ実際流行の拡大を止めるには一定の効果はあったと思いますけど、まあスタート地点が遅れたというためにその劇的な効果を上げることにはならなかった。まあいくつかの国で入ってきたすぐの時にこれをやって今も止まっている国が少数ありますけれども、まあ大半はかなり流行が広がってしまってから行ったということ、またそのロックダウンをいつまで続けなきゃいけないのかという、まあ理論根拠がないので、いつまで続けるか不安になって耐えられないという意見も出てきました。これはですね、一つの大きな問題はロックアウトが実は別のリスクを生み出すということで、これは危機管理としてはリスクのトレードオフ現象と言われていることです。リスク A を抑えるという施策を取ると新たにリスク B が出ると。ロックダウンというのは行動計画にあったように感染症コントロールには有効です。しかしこれが実は毎日の生活、社会活動、経済活動を徹底的に破壊してしまうという、さらに深刻な問題を生み出すということまで行動計画の中では考えてなかったというのが第一点です。もう一つは BSE の頃に経験しました、まあ、福島原発も含めてトランスサイエンス問題というのがあります。米国のオークリッジ研究所のワインバーグが1972年に提唱した考え方で、科学にあるいは科学者に問うことはできるけれども、科学だけでは答えられない領域の問題がたくさん出てきているというので、このトランスサイエンス問題という言葉を作りました。まあ、社会的に大問題になって、まあ、注目を浴びる問題というのは専門家の間でも見解が分かれます。対象のまあ性格上、科学的に実験室で追求しようとしてもとても無理で実験できない、あるいはもし実験やろうとすると莫大な規模になり一回ポッキリの実験になってしまうというような、あるいは実際それは無理だという課題があってですね、こういう問題をトランスサイエンスとしてくくるという考えです。これについては結論とすれば、分野を超えてですね、インターディスプリナリーに必要であれば社会学、人文科学と自然科学、あるいは医学、巻き込んで進めていかなければならないということになるかと思います。これがフェーズ6を実際に実行して分かった大きな問題です。ここでちょっと、この間大学のシェルター構想についてちょっと話題を変えたいと思います。私がこれを考えたのは、コンパートメンタリゼーションという、まあ、獣医の世界で最近ここ10年くらい国際機関で提唱された考えです。これの直接のきっかけは、野鳥がですね、高病原性の鳥インフルエンザを持ってくるという今までにないシナリオが出てですね、それまで高病原性の鳥インフルエンザが入った国からは、輸入を止めるという対応で世界対応してたんですけど、世界中がこれに巻き込まれ始めてですね、野鳥が持ってくるウイルスの嵐の中で、農場を守らなきゃいけないと、そういう形で農場の、まあ、守られるなら、感染してない鶏は貿易対象として流通していいんじゃないかというのがコンパートメンタリゼーションという考え、外界と仕切ってバイオセーフティ、防衛で封じ込めるという考え方です。実際流行が始まった3月23日から、そろそろ4月のために新入生を含め学生が集まるということで、アクティブサーベイランス、能動監視を始めました。全学生と教職員に対してアクティブサーベイランスをやると、いうことで、まあ、そこにある学生アンケートを教職員に出しました。どこにいますか、体の調子は大丈夫ですか、あるいは、まあ、当時日本にはまだそれほどはなかったんで、むしろ海外渡航をしましたか、あるいは家族で行った人がいますか、その後どうですかといったような
監視というかサーベランスを始め、4月1日現在で全学生、大学生から返事、教員から 90% の報告をもらって、1年生はまだ、連絡が遅かったんですけど、まあ、それぞれの返事から、どう対応するかというフローチャートを、部会で作ってですね、それぞれ振り分けて対応していくということをしました。で、4月に入って、新1年生を迎えて、能動監視を続けながら、オリエンテーションをしました。まあ、リスクを考え、急遽、ラインを結んでですね、 A から F の教室に分散して入学手続きをすると、まあ、リスクに応じて部屋分けをしました。から、大学へのアクセス法等を習得させて、2、3年生は4月9日、8日9日に同じようなオリエンテーションと。で、まあ、この期間で一応全体が分かったということで、予定通り4月の20日から授業を始めると。まあ、この間、アクティブサーベイランスの情報で得られたので、まあ、前向きのサーベイランスに変えますと、プロスペクティブサーベイランスにするということと、大学はロックダウンしないと、シェルターとしてむしろ君らを安全に囲い込むという、方針を取るということを、まあ、宣言しました。大学と下宿の間のリスク回避生活を続けてくれと。それで、そのサーベイランス評価の結果、問題がなければ、20日から授業を始めますというので、授業開始までの、生活・過ごし方ガイドライン9項目、そして、その間の、まあ、履修届、教科書の購入、その他、学校を開けているので、やるようにと。先生方には遠隔授業で進めるということにしたので、遠隔授業モデルを作ってもらうということ、そして4月の19日最終評価を行って問題なければ20日から授業は開始しますということにしました。まあ、ここの中でですね、こう分かりやすく説明するのをこう考えたんですけど、まあ私自身結構いかったかなと思うけど、意外と学生たちあまりノアもモーゼも知ってる人が少なかったのがちょっとがっかりしたんですけど、大学はロックアウトしませんと。むしろ君たちを守るシェルターになるつもりだと。で、コロナウイルス感染症が、まあ、広がっていく中で、シェルターである大学というのは、ちっちゃなノアの箱舟のようなものであると。まあ、君らがここに乗るわけで、シェルターが壊れないためには戒律が必要で、ガイドラインの9項目を出したと。まあ、これはモーゼが神とのシナイ山で約束をしたモーゼの実戒に相当するものであると、守らなければいけませんと。まあ、実際には科学的なリスク評価に基づいて安全を確保していくつもりなので、まあ当然外界が、あるいは今治全体、地域全体が穏やかな海でなければ無理ですけれども、そういう中でやっていきたいということを、まあ、宣言しました。で、まあ、生活圏としてですね、まあ、自宅、医療機関、食物のテイクアウト、買い物数を減らすというような格好で、外部との接触をまあ最小限にして、大学、シェルターと自宅の間で過ごしてくれと。まあ、大学は食堂も図書館も、自習エリアも全部開けておきますと。まあ、ただし、大学においてもルールを守ってくれというので、まあ、ここに9つ、不要不急の外出自粛、3密回避、個人防御のマスク、うがい、手洗い、健康報告、体調異常を感じたら自宅待機で大学に連絡してくれと。から、リスク場所には行くな、ホットスポットに帰省した場合は2週間登校自粛してくれとか、アルバイト自粛、その他、ソーシャルディスタンス、換気等、こまごまと10項目じゃないですね、9項目。で守ってきていただきました。そして、春2ではもう対面授業を始めました。春1は遠隔授業でしたけど、でこれは秋1の、
オリエンテーションの時の図ですけど、第2波のところに来ている、第2波の穏やかな現代期ですか、まあ3波以降も来るかもしれないと、なんとなくこうこれよりもずっとダラダラという感じになりつつあります。で、国は、もう方針を経済活動の再活性化に向けたと、コロナ感染拡大と、両面でいくという動きになります。まあ、大学はもともと教育研究活動の維持と人材養成がゴールですから、まあ、クライシスの回避と対面授業の両立を目指すという、まあ、シフトになります。まあ、ここで1年生は講義実習とも分散でいくと、教養選択科目については遠隔分散ですけど、発音するものについては Zoom でいこうと、 2,3 年生は専門科目は分散でいきたい、実習は全て分散対面でいくと、まあ分散するということであちこち使わなきゃなんないんで、あまり使わなかった大講義と教育部よりも学部等と一緒に使うということで進めています。まあ、こういう手は、まあ、一つの企業体とかですね、まあ、組織体を、まあ、外から分離する、まあ、物理的ではないですけど、ソフトウェア的に分離して守るという戦略としては結構使えるのではないかと思って紹介しました。ここで感染の動向と基本再生算数についてちょっと勉強しておいてもらいたいと思います。それは、正しく恐れると、甘く見すぎない、過度に恐怖を感じないためには、科学的にものを考える癖が必要だというためにこれを載っけました。 R ノートと呼んでます。リプロダクティブナンバー、ベータ CD との掛け算ですけど、まあ、単純にこれはウイルスの感染力と、感受性のある集団の規模密度、そして感染した人のウイルスを出す期間の掛け算で作られるという式です。で、再生産ですから、これの一番分かりやすいことはですね、R ノートが1より大きいと次の人に何倍になって広がるかですから、1より大きければ感染は必ず拡大していきます。1より小さいと自然に収束すると。まあ、ちなみに、人での R ノートの一番大きいのはハシカで15、インフルエンザはだいたい1から2くらいです。家畜はすごいのがいて、宮崎で大流行した口蹄疫は R ノート40。まあ、この3兄弟で見ると、マーズはラクダから人に来るんですけど 0.6 ですから、人から人に来る確率は半分ですから、ほとんど人がなくて、いつも来るのはラクダから人ということになります。 SARS は2から3なので広がりますけど、まあ不健性感染が少ないので対策を取れば比較的容易に収束すると。 COVID は2から4と言われています。感染は拡大するし、また軽く済んでしまうので不健性感染が多くて対応が難しいという格好になります。で、一時というか、まあ、今言われているその集団免疫あるいはワクチン接種で R ノートはどう変わるかということです。ここに分かりやすい図があったんでもらってきましたけど、免疫のない人がブルーです。患者さんというか発症者が2人広げていきます。後の方に出てくる黄色のは免疫のある人、感染した人あるいはワクチンを打った人、この3つのパターンを見ているとですね、感染が広がらないためにどのくらいの割合の人が抗体を持てばよいのかということになります。 R ノートが1以下になればいいわけです。例えば R ノートが5という、まあ、結構な感染症ですけど、このウイルスが広がるためには、1を超さなきゃいけないので、非感染の人があるいは、感染してしまってあるいは免疫を受けた人が5人中4人入れて非感染の人が5人中1人になってしまうと R ノートは1ということになるので、
非感染の人が5分の1以下にしてしまえば見かけ上の R ノートは1以下になるという考えになります。まあ、したがって、まあ、例えば R ノートを Y とすると免疫を持った人の割合は、何パーセントでいいかということを見ると、1-1÷Y という形になります。パーセントだと、1-Y 分の1かける100、一般式はそこの形式になります。まあ、その計算をすると、MERS は 0.6 ですから、これはもう初めから1以下なので広がりません。SARS が 2.0 だと、半分の人が免疫になった段階で、流行は収束の方向に向かうと、1を切ると。まあ、COVID-19 が、R ノートがまあ最初 2.5 と言われていましたから、この時は3分の2で、すいません、6割ですね。まあ、メルケルさんが6割いけば大丈夫って言ったのは多分この意味だと思います。まあ、3くらいまでいってた場合は、3分の2、67% の人がワクチンあるいは感染して免疫を持たないと流行は収まらないということになります。まあ、しかしその R ノートというのはいつも一定なわけではなくて状況によって変動します。これは2月の頃に予測したやつで、通常 2.5 と言われたから、まあ、2.5 を置きました。でプリンセス号、個体密度は非常に高いので、先ほどのベータ CD の掛けを考えると、まあ、普通の接触の2倍としました。また船に乗っているのは高齢者が多くてですね、重篤化するのでウイルスの排出期間が普通の人の2倍くらい長いというので、まあ、2倍2倍を掛けるとプリンセス号の中での R ノートは10になります。本当に10すごいという話で、計算すると3600人中、まあ、100% 感染するということは論理的にはありえないので、通常、その、まあ、スモール N に書きますけど、全体の人数引く全体の人数を1マイナス、R ノート分の1で掛ける部分は感染しないというのが、まあ、式になってるんで、まあ、360人は最終的にまで感染しないと、まあ、そうすると3240人は感染するけど8割が不感染感染とすると2592人感染しても軽くてですね、PCR 陽性になった人は陽性でいいんですけど、回復しちゃって見かけ上陰性になる人が結構出るということを考えると、見かけ上陰性というのは1656人、そうするとまあ明らかに発症するという目で分かるこの色のついた部分、648人がまあ発症、そのうち 14% が肺炎になると91人、人工呼吸器が必要なのが 5% で32人、不幸にして 2% 高齢者で亡くなるというのは13人になるという、式を作って、公表したんですけど、まあ、5月かな、忘れた、4月か5月になって、大体全部の計算が終わった時に、ほぼこの数字に近かったので、本当にあの船の中では 2.5 ではなくて R ノート10に近い感染症として、広がったんだという気がしています。でここからちょっと R ノートの求め方、いくつかいろいろな使い方があります。例えば、日々報告される中で感染者の数が2倍になる期間、A 地点から B 地点までで2倍になりましたということが分かると、そこにある式になります。ダブリングタイムは、感染者から次の感染者が当たるまでの期間を、R ノート-1で割りなさいという式です。具体的に、COVID-19 の感染者、発症者がウイルスのハイスピークで出して、まあ、大体感染後7個くらいが普通ピークになりますから、まあ、それに移った感染者が発症すると、まあ、潜伏期平均ピークが 5.2 日と言われるので、まあ、足して12日とするとですね、まあ、言う通り R ノートが 2.5 とすると、
ダブリングタイムはその式で8日になります。だから通常の何もしない格好で広がっているとすると、だいたい8日で2倍という時期になります。逆に、実際の感染者数、あるいは患者数が2倍になるのに何日かかるかという、これも計算というか、実際のデータが出ています。もう例えば20日で2倍になったとすると、さっきの式を使うと、20日で、TG が12日ですから R ノートが逆算でできます。20の R ノート引く20が12日ですから、20R ノートが32となるので R ノートは 1.6 ですから、まあこの計算式から考えられるとすれば、20日で2倍になるのなら R ノートは 2.5 ではなくて 1.6 くらいまで介入されて抑えられているという考え方になります。それで実際に R ノートを1以下にするにはどうしたらいいんだと、COVID-19 の R ノートを 2.5 とするとですね、最初言ったように集団免疫で全国民の6割が免疫を持つまで待つと、スウェーデンが取った方式でとすれば収まります。あるいはワクチンを打って国民の 60% のポピュレーションが感染の回復者か、あるいはワクチン接種者になっても収まります。H1N1 の時は多分これで対応しました。強烈なのが今回取ったのでロックダウンしてですね、感染経路を断つと、本当は難しいんですけど、もし TG が12日で広がっていくとすると全国民12日間以上全く他人に触れなければウイルスは次の患者に移れないので R ノートは突然ゼロになります。まあ、これを狙ったわけですけれども、話はそんなに簡単にいかないと。ジャパニーズマジックと言われる、結構出回って動いているにもかかわらず、R ノートが爆発的にならないというものの考え方をここで考えてみました。3密、密閉密集、密接触を避けると。それぞれの効果が R ノートを 0.2 下げるとすると、この3つを完全に守れば、3密を守れば 0.6、R ノートは下がることになります。まあ、それに対して、まあ、移らない、移さない式に、パーソナルプロテクションですね、個人防衛で、マスクを必ずして、帰ればうがい手洗いをすると、まあ、それぞれ 0.5 下げれば 0.75、まあ、不要不急の外出、会、あるいはテレワークで、0.2、まあ、公的なあれから考えてホットスポットになる地域の営業短縮で 0.15 くらい、まあ、ゼロで上げる必要はないと思うので、まあ、短縮でやってみても 1.7 になります。 R ノート 2.5 から 1.7 引くと 0.8 で、ここまでみんなが守れば、MERS並みの、拡散で、収束するということが考えられます。まあ、今後の展望について、話しておきたいと思います。まあ、治療薬については、レムデシブル、一番最初に DNA ですか RNA ですかと言いましたけれども、この手の薬は核酸のアナログでそこの赤で囲みました。RNA と全く同じ構造に、ベンゼン化を持った横に長いのがついた薬で、この手のは核酸アナログと言われて、ファミピラビもそうですけど、RNA の合成酵素が間違いに取り組んで、細胞ウイルスが増えられなくなるという代物です。それから、あの時に、チャラチャラしたアクセサリー遺伝子が悪さをするので重篤化するといった、ORF と言いますけれども、オープンリーディングフレームの 3A7A は、サイトカインを、どんどんと作らせるというので、サイトカインの阻害剤、モノクローン抗体とかですね、抗炎症剤で抑えるというのが、そこにある、トリスズマブとか、サリルマブといったモノクローン抗体、それから、タンパク分解酵素でウイルスが、タンパクを2つに切って細胞に入るということで、分解酵素を止める急性膵炎の治療薬、ナファモスタットを使おうと
というような考えで動いています。その他面白かったのは、オープンリーディングフレームのあのチャラチャラした遺伝子の 3B6 で、最初の免疫応答のインターフェロンを止めようという、ウイルスの戦いに対して、この駆虫剤の海中毒虫剤イベルメクチンが、実は、ウイルスがインターフェロンを止めるのを止める作用があるということが、別のウイルスで分かって、これが、直行を奏したという話になっているので、あの遺伝子構造というのは実は結構大事なキーになっています。まあ、他にいろいろ薬が試されています。ワクチンの方については、まあもう数十種類ですけど、まあここに10種類くらい挙げました。生ワクチンとしてウイルスを弱毒化したワクチンは、まあ時間的に無理で、COVID-19 にはできていません。不活化ワクチンとして全粒子を使うもの、あるいは一部のコンポーネントと言われる、特に S タンパクというキーになるタンパクの発現のためのベクターワクチン、ウイルスベクター、あるいはもうダイレクトに DNA とかメッセンジャー RNA で、タンパク発現させてワクチンに使おうというのが、そこにある、グループで、中国、アメリカ、イギリス、日本等で進んでいますけど、なかなか安全性の問題で少し遅れているというのが実情です。それからこれはある学期に学生たちと R ノートを使うという実験をやってみようとしてやった東京都の例です。 R ノートの推移の求め方っていうのは学生に教えてですね、二次感染までの期間を2週間と先ほどの計算からしました。で、1週間ごとの陽性者数は出せますから出して、R ノートの基本再生産数は、次の人に移って広がるまで、2週間とかかるということを考えると、2週間前の、陽性者数で、その週の問題になった週の患者数を割ると、それを R ノートにしようということで見ると、この真ん中のブルーので、これ実際の患者数は一番下の段です。かなり早くに、危機が分かるように感度が非常に高いという、赤線で引いてありますけれども、まだ、本当の患者数が、目に見えて増える前にすでに R ノートはアラームを出しています。ただ感度が高いのはいいんですけれども、これはあくまで2週間前との相対比なんで、患者数の規模は全く反映してないという欠点があるので、修正しました。R ノートを患者の規模で補正するという、R ノート×当該週の患者数、総患者数分の患者数で、したがって、真ん中のカラムと下のカラムを掛け合わせる格好で作ったのが上のカラムになります。そうすると実態を反映して、見ていくと、変曲点として、吸収のところが、増加点になると。実際にはこれは、2週間後で読んだことになりますから、本当のアラームがあったのはそれよりさらに2週間前と。しかしここはもう何も起こってない見かけ上、多分無理です。したがって、実際の、補正で、11週、ピークの上がったところ、ここで取らなければもう爆発的になるというので、ここで取られた政策で下がり出すとすれば、11週より前の2週前とすると9週のところで取った施策が当たっていたということになって、この赤線を戻ると結局 R ノートで一気に上がり始める時、この時が施策を取るべきタイミングだと、ごく当たり前のことになるんですけど、そういう点で見るとこの R ノートを使うというのは非常に感度は良くて、どう移っていくかということが早く見られるということになるかというふうに思うので、自分で計算してもすぐにできることなので、実際にどういうことになっているのか、心配するもよし、楽観するのもよし、事実はエビデンスで
見るべきであるというのは、まあそれでまあ実際何が有効だったのかという第一波 あの全国ですかね、これは見てやつです。でまあこう明らかに変局点になったのはこう4月の初めです。で1月から5月まで取られた政策を見て、それをずっとこうフォローさせてありますけど、まあ実際に4月の初めから2週間前、3月の20日前後、20日ちょっと後くらいに出されたアラームが実は全国の最初の一波を抑えることになったとこを見ていくとですね、まあいろいろある中でヒットするのは実は小池都知事がですね、このままいくと感染爆発するというオーバーシュートして日本中大変になると言って首都圏に外出自粛要請をした。でそれに続いてホットスポットになった県が緊急事態宣言を出すと、このあたりが最も効果的で、まあその後事態宣言が全国に広がったりしたけど、まあそれはそれで本当の変局点になったのはこの3月25日、我々がちょうどアクティブサーベイランスを始めた直後のアナウンスメントだったという気がします。これが最後のスライド、 COVID-19 はじゃあどういうことになるのか、私の考えからするとこれは人のコロナウイルス、5番目の人のコロナウイルスになるだろうと。これだけの大流行を起こしたウイルスはもう完全に排除するということは無理です。世界のどこかに残って流行を繰り返すということになる。まあ、したがって SARS のように完全には収束しないと、むしろ新型インフルエンザが残って季節性インフルエンザになったような経過になるんじゃないかと、まあこれまでの風邪コロナのような定着になるんではないかと、まあ、その根拠はここにアンダーソンとメイが1992年に作った最適病原性のウイルスという図があります。先ほどのベータ CD が分子で、下に新しくですねミューとアルファと V アルファという因子が割り算で入っています。気持ちは伝播力は個体密度が高くて排出期間が長いと大きくなる、まあこれはそうでしょう。逆にそれを小さくする因子として人食い的死亡率と感染する致死率、それから逆に治る治癒率、この和が逆相関すると。でこれを図で書いてみるとですね、病原性がアルファ強すぎるやつは結局残れない、病原性アルファが弱すぎても残れない、そこそこのやつが残ると。規模が小さい時は、比較的強いのも残りやすいけど、流行規模が非常に大きい時は、そこの季節性インフルエンザですね、強すぎもせず弱すぎもせず爆発的に広げるやつが結局、最大のポピュレーションになって残っていくという図が、これで、昔そうですね、もう十数年前この疫学を教え出した時に、この式を説明するのが非常に難しかったんですけど、今のコロナを経験してみるとなかなかこの1992年の式は眼軸があるなというふうに思います。ということで、ちょっと早口になりましたけど、ご清聴ありがとうございました。正しく恐れるということが、大事で、決して、コロナウイルスと地球を手玉に取っているわけではないと、それなりの重さを感じて、反応してくれということで、市民講座を終わりたいと思います。